皆さんこんにちは、ヌーノンバグマのヌーノンです。前方に見えますものが今日は障害物リレーです。年に一度の運動会が年に一度なんで今日しかやりません。年に二度にしましょう。でレースの方なんですけど、こちらはガタゴトしてます。なんでヤドカリさん、このガタゴトしてるところを持っていただきます。ここは宝石レースです。このようにクラ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 って行ったり、上登ってもいいですし、で一応ゴールは金魚の尻尾を越したらゴールにしたいと思います。ヤドウとカリーですね。ここにしよっか、2人とも。はい、用意スタート。さあ頑張って乗っていきましょう。ご褒美とか特にないんですけどね。ヤドウが、あ、向こうじゃ、ヤドウの方が早い。外に出た方が負けです。だからゴールに行けばいいんです。外見たらもう終わりです。あ、またカリーもヤドウも、もうこれは私運動会って分かってるのかもしれません。ちゃんと前に進んでます。お、ヤドウ登っている。さあ、よいしょ。はい、え、2人とも寝てんじゃん。カリーが完全爆睡なんだけど、ウサギとカメのお話みたいに。カリーが動いた。カリー端にいますね。はい、でもやっぱこれは多分ヤドウの勝ちだとは思いますけどね。私はヤドウの勝ち。おお、すごい登った。あれ待って、これはヤドウも負けかもしれないね。あ、待って、出ちゃう。ヤドウちょっと動かします。カリーが全く動かないのがちょっとあれなんで、勝負ならないんで前に出します。カリーがカリカリしてる。おい、カリーが一気に、あ、カリーが一気に、なんで逆行、え、なんで逆走してんの。おーち、あ、待って、でももしかしたらこれカリーの勝ちかもしれないよ。いい勝負、待って、お前危ないぞ。これ勝負長っ。ヤドカリってカメみたいですね。2人とも同時くらいに行くんだね。カリーが勝ちそうよ。あ、カリーいけるんじゃない、これ尻尾より上に行ったら。あれ、カリーの勝ちです。カリーおめでとう。じゃあ今回の優勝はカリーでした。はい、はい、じゃあヤドカリの、ヤドとカリーの今日の運動会いかがでしょうか。皆さんもヤドカリを2匹飼って運動会開いてみてはいかがでしょうか。それではまた明日のナイロン番組でお会いしましょう。ヤドとカリーでした。もうカリーが挨拶して